平野が神宮寺を肩に担ぐ。ナンバーアンダーラインアイライブで起きた驚愕の瞬間。感動と笑いが止まらない。ナンバーアンダーラインアイライブで見せた友情とプロフェッショナリズム。2024年の初夏、有明アリーナに集まったファンたちは、かつてない興奮と期待を胸に、ナンバーアンダーラインアイのライブパフォーマンスを待ちわびていました。この日、ステージに立つのは平野、神宮寺、 騎士の三人。彼らのパフォーマンスは、ただのコンサートではなく、感動と笑い、友情とプロフェッショナリズムが織りなす特別な瞬間でした。ライブが始まると、観客はすぐに彼らのエネルギッシュなパフォーマンスに引き込まれました。平野がステージ上でしゃがみ込むと、神宮寺がその方に平野を担ぎ上げ、観客の喝采を浴びました。この瞬間は、その夜のハイライトの一つであり、 彼らのチームワークと友情の強さを象徴するものでした。また、平野が神宮寺に、騎士が好きか、と尋ねる場面では、神宮寺が真剣に騎士への行為を表明し、騎士が大笑いして膝から崩れ落ちるというユーモラスなやりとりも見られました。観客はその一連の流れに大笑いし、3人の中の良さを再確認しました。その夜のパフォーマンスのもう一つの見どころは、ソーシャルメディア用のフォトセッションでした。 岸がカメラを手に取り、平野と神宮寺の写真を撮り始め、観客はその様子を楽しみました。この写真は後にソーシャルメディアにアップロードされ、多くのファンにシェアされました。彼らのパフォーマンスは単に音楽を楽しむだけでなく、ファンとの双方向のコミュニケーションを大切にしていることを示していました。さらに、ライブ中に行われた観客との交流も印象的でした。 騎士が会場の収容人数について軽いジョークを飛ばすと、平野がそれを受けて、まるでオークションみたいだと冗談を言いました。このやりとりは、彼らの友情とユーモアセンスを示すものであり、観客もその場の雰囲気を楽しんでいました。パフォーマンス全体を通じて、ナンバーアンダーラインアイの3人はエネルギッシュなダンスルーチンと感情的な瞬間を織り交ぜながら、観客に深い感動を与えました。 彼らはアイコンタクトを取りながら重要な表情を共有しその瞬間瞬間に込められた思いが観客に伝わりました特に三人がステージ上で見せる笑顔や真剣な表情は彼らの深い絆とともにこの日の特別な意味を強調していましたライブが終わると観客はその素晴らしいパフォーマンスに感動し拍手喝采を送りました三人はステージ上で最後の挨拶をし 感謝の気持ちを伝えました。その姿を見て、多くのファンが彼らの真摯な姿勢とプロフェッショナリズムに感動しました。このライブの成功は、彼らがどれだけの時間と努力をかけて準備をしてきたかを物語っています。ステージの全てに込められた思いは、観客だけでなく、YouTube でその模様を見た多くの人々にも伝わり、深い感動を呼び起こしました。n o ーアンダーラインアイの3人は、 これまでのキングプリンス時代から積み重ねてきた経験は現在のパフォーマンスにも生かされています彼らの成長と変化を見守り続けているファンにとってこのライブは特別な意味を持つものでしたまたライブの後には8月の新たなツアーの発表が期待されていますファンたちは次の公演がどのようなものになるのか どんなサプライズが待ってていいるのかを楽ししみにしています。彼らの次なるステージがどれほど素晴らしいものになるのか想像するだけで胸が高鳴りますこのようにナンバーアンダーラインアイのライブはただの音楽イベントではなく彼らの情熱と努力そしてファンへの感謝の気持ちが詰まった特別な体験です彼らのパフォーマンスを見ることでファンは彼らの真摯な姿勢とプロフェッショナリズムを感じ さらに応援したいという気持ちになります。ナンバーアンダーラインアイの未来を語る際、彼らの進化と成長を無視することはできません。これまでのキャリアにおいて、彼らは多くの困難を乗り越え、ファンとの強い絆を築いてきました。キングプリンス時代の経験は彼らの基盤となり、現在のステージでの自信とパフォーマンスの質に反映されています。三人の個々の才能が一つに結びつき、 新たな可能性を模索し続ける彼らの姿勢は、多くのファンに勇気と希望を与えています。ライブの夜、観客は単にエンターテインメントを楽しんでいただけでなく、彼らの人間性と深い絆を感じました。平野が神宮寺を肩に担ぐ場面や、騎士がカメラを手に取ってソーシャルメディア用の写真を撮る場面など、彼らの自然な交流が観客を魅了しました。これらの瞬間は、 彼らが単なるアイドルではなく、親しみやすく、共感できる存在であることを示しています。そして、ライブ終了後の彼らのメッセージもまた、観客に深い感動を与えました。3人はステージ上で感謝の意を表し、ファンに対する愛情と敬意を示しました。このような真摯な姿勢は、ファンが彼らを応援し続ける理由の一つです。n o ーアンダーラインアイのファンは、 彼らの成功を共に喜び、困難を共に乗り越える存在であり、彼らの成長を見守り続けることに誇りを持っています。このライブが持つ特別な意味は、彼らの今後の活動にも影響を与えるでしょう。新しいツアーやアルバムのリリースが予定されており、ファンは次のステージに期待を寄せています。彼らがどのような新しい挑戦を見せてくれるのか、どのようなサプライズが待っているのか、 そのすべてが楽しみで仕方ありませんまた彼らの活動は音楽だけにとどまりませんソーシャルメディアを通じての発信やファンとの直接的な交流も大切にしています彼らの SNS アカウントにはライブの裏側やリハーサル風景日常の1コマなどがアップされファンはそれを通じて彼らの日常を垣間見ることができますこうした発信はファンとの距離を縮め 彼らの魅力をより身近に感じさせるものです。さらに、彼らのメッセージは音楽を超えて、多くの人々に影響を与えています。社会問題への関心や、困難に立ち向かう姿勢など、彼らの姿勢は多くの人々にインスピレーションを与えています。ファンの中には、彼らのメッセージに勇気をもらい、前向きに生きる力を得たという人も少なくありません。彼らの活動は、 音楽を通じて社会に貢献し、より良い未来を作る力を持っているのです。このように、ナンバーアンダーラインアイの3人は音楽業界において重要な存在であり続けています。彼らのパフォーマンスは、単なるエンターテイメントではなく、多くの人々にとっての希望や勇気の源です。これからも彼らの成長を見守り、応援し続けることで、 私たちは彼らと共に新しい未来を築いていくことができるでしょう。また、彼らの活動は日本国内にとどまらず、国際的にも注目を集めています。海外ツアーや国際的なイベントへの出演など、彼らの活躍の場はますます広がっています。彼らの音楽やメッセージは国境を越え、多くの人々の心に響きます。国際的なファンベースの拡大も、 彼らのの活動の一環とししてて重要な役割を果たしていますライブが終わった後もファンたちはその感動を胸に刻み彼らの次なる活動を楽しみにしていますナンバーアンダーラインアイの3人がどのような新しい挑戦を見せてくれるのかそしてどれほどの感動を与えてくれるのかこれからも目が離せません最後にナンバーアンダーラインアイの3人がこれからどのような道を歩んでいくのか そしてどのような新しい挑戦を見せてくれるのか、私たちは楽しみにしています。彼らの未来に期待を込めて、これからも応援し続けましょう。あなたはどう思いますかナンバーアンダーライン I の次なるステージに期待することや、今回のライブで特に心に残った瞬間は何ですかぜひ、あなたの感想を聞かせてください。彼らのパフォーマンスがどれだけ多くの人々に影響を与えたのか、 一緒に語り合いましょう。